まあ、2020年、東京オリンピック・パラリンピック、本当に多くの皆さんが注目をする、舞台になります。世界中のアスリートにとってですね、最高の、まあ、舞台で最高のパフォーマンスを、発揮できるようですね、全力で支援することが我々に課されていると思っております。それと同時に、私自身に与えられている任務としては、2020年の大会後の方向性や将来像を描いていくということも課されております。これまで以上にアスリートの希望やそういった夢を実現できるような組織にできるようにですね、これからも取り組んでいきたいなというふうに考えているところです。